ありがとう命、ようこそ命。いい出産をすれば、いい楽しい子育てが待ってるっていう。安心します、うん。自分の中にすでに宿ってるのを感じるし、その後の生命力が絶対違う、うん、そうだよね、自分で生まれてきたっていう、あなたのことを守ってるの、それが私の証。子供ってすごいやっぱり才能の持ち主なんで、それをこう引き上げてあげられるのもお産で、お産が楽であれば、楽しくあれば、それを引き上げてあげることもできる。つらいよ、苦しいよ、お母さん、うん、頑張ったね、頑張った、うん、まだ楽だあるけど、はい、陣痛あってのお産というか、っていうのも分かった。60兆個の細胞さんの総司令官は自分自身。子供を産むことに対して本当にちっちゃい時から素晴らしいんだよっていうことをずっと伝えられてきた。赤ちゃん様、奏でる物語。